2013年撮影サラジーン・アンダーウッドはアメリカ合衆国のモデル、女優。米プレイボーイ氏2006年7月号のプレイメイトに選ばれ、後に2007年のプレイメイト・オブ・ザ・イヤーに選出された。G4 テレビのアタック・オブ・ザ・ショーでプレゼンターを務めている。アンダーウッドはオレゴン州ポートランドで生まれた。2002年に オレゴン州スキャプーゼのスキャプーゼハイスクールを卒業。オレゴン州立大学とポートランド州立大学に通った。アメリカンフットボール選手のデレック・アンダーソンとは幼馴染みで学友でもある。最初に就いた仕事は重建設機械セールスのアシスタントであった。レストランチェーンフーターズのオレゴン州ビーバートン支店で働いていたこともある。アンダーアウッドが プレイボーイ史に初登場したのは2005年10月号の PAC10 の女の子特集グラビアページである。同号の表紙も飾っていて裸の上にへそ状までしかないオレゴンステートビーバーズのフットボールジャージーと赤いビキニパンツをボディペインティングしただけの姿でフットボールを持って立っている。次に登場したのは2007年6月にプレイメイトオブザイヤーになった時は 副賞としてミニクーパーコンバーチブルを受け取った。彼女はプレイメイト・オブ・ザ・イヤーのタイトルを授与された初のミス・ジュライであったが、本人は私は自分がそれにふさわしいほど可愛いとは思っていませんでしたと語っている。2008年の3月号では25人の最も人気の高いセレブたちで彼女を25位にランク付けた。プレイメイトとなる以前の年月、 E ・ネットワークのザガールズネクストドアシリーズの第2回に、プレイメイトになるべくプレイボーイスタジオウェストでテスト撮影を行おうとしている女の子として出演している。2006年7月号のプレイメイトとなった後もザガールズネクストドアシリーズに何度か出演している。2007年6月7日、オレゴン州立大学で女性学を研究する学生のグループが、 アンダーアウッドの2007年プレーメイトオブザイヤー選出を祝福するポスターを作成し、ベクセルホールの外に掲示した。ポスターは、大学職員が下ろすまでのわずかな時間、一目にさらされた。ポスターは、大学の伝統的なテーマやスタイルにのっとったもので、あり、サラジーン、初代、OSU ビーバープレーメイトオブザイヤー、プレイボーイ2007年6月号、OSU センターホールド、 人民、思想、革新、と書かれてあった。彼女が、OSU からの、初のプレーメイトオブザイヤーであるという一文は、実は誤りであり、実際は2000年にプレーメイトオブザイヤーとなった、ジョディアンパターソンに次いで二人目であった。アンダーウッドは、ビバリーヒルズロデオドライブのベベストアーズで、イーダ・ヤングビストを見出したとしてクレジットされている。2007年の映画、 鉄板英雄伝説にプレイメイト仲間のキアナ・チェイス、イリーナ・ボロニナ、ジリアン・グレースと共に、海賊娘役で出演。2008年のコメディ映画、キューティバニーにプレイメイトとして、仲間たちと出演。また2009年の映画、ザ・テリングにもブリジット・マーク・オート、ホリー・マディソンと共に出演。2009年には彼女自身の役で、お願い。プレイメイトに出演した。アンダー・アウッドは、 ケンドラ・ウィルキンソンのリアリティ番組、ケンドラの結婚式のエピソードに出演し、ケンドラのバチェロレッテパーティー。あとに、ハワード・スターン賞でも、包共手術を受けたことを認めている。テレビの司会もこなす。ケーブルネットワークのプラックベルト TV で、ファイトジョックとして、また次の番組を紹介するアナウンサーとして働いた。2009年、休暇中のオリビアマンの代役として、 G4 テレビのアタックオブザショーの共同司会者を5回にわたって務めた。2010年にも共同司会者を務め、2011年には司会者の大役やフィードというコーナーのレギュラー司会者を任された。熱心な洋画実践者であるアンダーウッドは日本のテレビ番組くのいちの第8回大会に出場した。アスリート歴において、 アドバンテージを持つ3人の日本人競技者を尻目に、ファーストステージはクリアしたが、セカンドステージの舞踊席エリアで2回目のステップの判断を誤り脱落した。VICTORYPOKER.net、OK、の広告のモデルを務め、チャリティのポーカートーナメントに出場した後、同サイトのプロのポーカープレイヤーチームに加わった。MTV のリアリティ番組、リディキュラスネスシーズンに 第3回にゲストスターとして登場した。共通の友人を介して紹介されたテレビ司会者のライアンシークレストと2年間にわたり、別れてはよりを戻す、くっついてはまた別れるという交際を繰り返した。ありがとうございます。